EXPT スタジオプレゼンツ。 EXPT スタジオの生徒の中からそのコンセプトごとにパフォーマンスに特化したメンバーで構成されたニュープロジェクト、ストリート部門ディレクター中塚裕太 from GENERATIONS、 フリースタイル部門ディレクター佐藤晴美、ガールズダンスプロジェクト。関西で開催となったオーディションを終え、ディレクターより総評が伝えられた。皆さんお疲れ様でした。そして今回も参加していただきありがとうございました。関西ですごく全体的なレベルが高くて、見てるこっちがすごくワクワクしました。みんながこう入ってきてすごい緊張感が伝わって、このオーディションにいろんな思いをつけて頑張ってくれてるんだなっていう、すごく誠意を感じて、で踊り出したら登場した時とのギャップがみんなそれぞれあって、なんかそのギャップが素敵だなって思って、一人一人の仲間を見させていただいてました。これからも自分にしかない特徴だったり個性を生かして夢に向かってそのまま真っ直ぐ突き進んでほしいなと思います。ご一緒できるのもとの記念撮影も行われた。激戦となった関西 GDP、 果たして選ばれるのは。それでは合格者発表。まずはストリート部門、井上麻也、今東愛理、大島美音、大浜夏穂、島田梨沙だ、辻岡千春、中川結乃、林田ゆりか、ボウ・カナハ、松永リミ、山下さくら、ゆるぎあみ、脇田美久。関西ストリート部門の合格者はこの13名に決定。続いてはフリースタイル部門、内田カレン、久保イサナ、河野つむら、武田キエ、玉城リンサ、加藤ひより、増田かがり。関西フリースタイル部門の合格者はこの7名に決定。関東だけではなく関西でもやらせていただくということで、関西チームも作って、ちょっとこう対抗戦といいますか、ちょっとお互いをこう切磋琢磨し合ってやる方が、なんかすごいお互いにとってもすごい相乗効果で良くなると思いますし、やっぱ人ってこう競い合うとよりいいものが生まれると思うんで、そういう思いで GDP 関西の方も、オーディションやらせていただいて、精鋭たちを選ばせていただきました。はい、そしてまあこうやって GDP、関東からの関西も本格的に動き出すということで、まあ、ザステに出演だったりとか、またパフォーマンスのビデオ撮影だったりとか、いろんな、コンテンツを、
皆さんにお届けしていきたいと思ってますので、現代のね、若い女の子たちが持つガールズパワーをみんなに届けていきたいと思っております。ぜひ楽しみに待ってください。いよいよ本格的なリハーサルがスタート。選ばれたメンバーたちにゆうたからのサプライズプレゼントが。 T シャツや。今日初めてゆうたさんに見ていただくので、今までみんなで練習してきた成果を見ていただけたらなと思います。ゆうたとの初リハーサルがスタート。この作品のためにゆうた考案のオリジナル振り付けをメンバーへ直接指導。これからアイアムにあるように自分たちの個性をもっともっと出していけたらいいなって思います。メンバーで構成されたアイアムミーにも見応えを感じたゆうたディレクター。今後の活動がますます楽しみである。活動が開始して数日が経過。初のスタジオでの写真撮影に密着。初めてのアイアムミーとしての撮影なので気合い入れて頑張ります。こういった撮影をするのは初めてなんですごく緊張してるんですけど、精一杯頑張りたいと思います。撮影を終えて始まるとも緊張したのですが、楽しくいい経験になりました。ありがとうございました。この撮影の日が決まった頃からとても緊張していましたが、カメラマンの方もスタッフの皆さんもとても優しくて温かく盛り上げながら撮影してくださったので、とても出来上がりがとても楽しみです。ありがとうございました。GDP 大阪はですね、うるさいですね、みんな撮影中もずっとうるさくてでもすごいそこも、ね、こっちの関西チームのいいところかなと思ったんで、まあ静かにしろっていうことでもないので、これからもうるさい関西チームで、はい、うるさいアイアンミーでいてほしいなっていう、まあ、でもすごくいい感じになってると思うので楽しみにしてほしいなと思います。東京で時間をかけてこう進めてきたプロジェクトではあるんですけれども、やっぱりすごく眠ってるこう才能だったりとかパワーっていうのがまだまだきっと全国にもっともっとあるんじゃないかっていう可能性をすごくプロジェクトのみんなで感じて、関西だけじゃなくても本当に関東だけじゃなくても全国に本当素敵な女の子たちがまだまだ眠っていると思うので、なんかこのプロジェクトがさらにここからももっともっと広がるような思いで、なんか今回の関西チームにも取り組みたいなと、そしてそのなんかこう生徒たち本人の思いもさらに同年代のたくさんの生徒たちに広がるように、盛り上げていきたいなと思っています。BHBG スタジオ大阪に訪れたはるみ。合格メンバーとの初リハーサル。丁寧に一つ一つの動きを指導していく。そしてこの日は高難易度のリフトにも挑戦。アルミメンバーともに何度も確認を行った。今回のリハーサルで成長していくメンバーたちを見て、アルミも笑みがあふれていた。はるみさんに直接見ていただくことができとても嬉しかったのと、やっぱり細かいニュアンスなどが全然まだまだだなと思ったので、今からまたみんなで気を引き締めて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。なんかいろんな気づきがあって、なおかつ自分らの実力面でもいろいろ思うことがあったので、今日学んだことを次の本番の9月24日までにみんなでいろいろと頑張ってパフォーマンスできるように頑張ります。ありがとうございました。また翌日にはスタジオでの写真撮影にも参加したはるみ。
人一人に熱心なポージングの指導。なかなかない経験なのですごく緊張しますが、頑張ってポーズ決めたいと思います。モデルとして活躍するハルミのアドバイスはメンバーにとって勉強になり貴重な時間となった。実際にハルミさんからポージングをご指導していただきとても感謝しています。ありがとうございました。普段こういう出演する機会がなかなかないのですごく固まって緊張しちゃったんですけど、はるみさんが直接教えてくださったりして、みんなもいい感じで撮れてたので良かったです。ありがとうございました。なんだろうな、みんななんかこうお互いの撮ってる時とかを見ながら、なんかこう可愛いってこう声かけあったりとか、綺麗って声かけあったりとか、なんかもうすでにこうチームワークがこうできてきてるんだなっていうのをすごく感じた時間でもありましたし、新しい自分にワクワクしてる感じもすごくしたので、いい時間だったなと思います。楽しみです、完成も。出演決定。果たしてどんなパフォーマンスになるのか、次回もお楽しみに。